菅井さん800円スーパーチャンありがとうございます。個人的にトーマスフランクはビッグクラブで見てみたい監督なのですが、お二人は中堅クラブの監督でビッグクラブで見てみたい監督っていますか？ウナイエメリです誘ってんでしょこれ。誘ってんだろこれ。どう考えてもウナイエメリ結果出たやん。ウナイエメリって書いてなかった今。ビッグクラブでやらせた結果よいやいやいや、これは確実に誘われてるわ、こんなの。パリ時代とアーセナル時代見てこいよ。いやいや、おかしいでしょ、こんなの。ね、誘ってんじゃん、これ。でもガチで言います？ガチで。うん。デゼルビじゃないですか？ああ、まあデゼルビそうだな。デゼルビを見たいわな。あとはショーン大師じゃないですか。ユナイテッドどう？ユナイテッド大師ユナイテッドどう？分かんねえけどなんかすげえ厄介なチームになりそう。超が強いんじゃねえかっていう。うん。だったら DNA と合致するんじゃないですか。あとなんかね、ユナイテッドだけどなんか無難にハウとかハウユナイテッドとかが強そうじゃない？ああ確かに。それ強そうだな。ハウユナイテッドもおもろそう。なんか分かんないけど。あのイギリス系の監督が似合うんだよな。いや、やっぱそうだよね。そう、ユナイテッドは